何からだ、10からとか？こんな赤いカレーなかなか見ないよ。なんだろう、すごくかわいい。あ、すごくかわいい。どうしよう、並んでる。すごくかわいい。待ってろよ、ゴードン。俺がなんとかしてやるぜ。かっこいいことは言ってるんだけど、ゴードンからすると多分ピカピカ言ってるように聞こえると思う。ピーカーって聞こえると思うよ。やっほーい。姫みかんチャンネルに姫ちゃんこと、ぐつらり姫です。今回は、名探偵ピカチュウの続きをやっていきたいと思います。今日はね、このまとまの実、辛い木の実の代わりになるものがないのかどうかっていうのをクリスに聞いて、木の実を集めてきて、この子たちに贈呈する。贈呈するで合ってんのか わかんないけど、そこをやっていく感じですね。ってことで、早速クリスのとこにレッツゴー。何か聞きたいことでも？まとまの実が必要なんですが、何か代わりになるものを持ってませんか？赤くて辛いものであれば代わりにできると思うんです。赤くて辛い。それならカレー、リンゴ、お菓子があるけど。カレー、リンゴ、お菓子。いや、カレーじゃない？カレーにはまとまみを入れるんでしたっけ？そうだよ。教授の好物だから、いつも自前で用意してるんだ。味は間違いないとして、確かに赤いといえば赤いな。いや、めっちゃ赤くない？リンゴは普通のリンゴですよね。隠し味の甘さを出すために持ってきたもんだからね。色は合ってるが、味が違うか。お菓子はどんなものなんですか？辛さがたまらない激辛チップスだよ。ただ、色は赤くないかな。味は合ってるが、色は違うか。普通に美味しそうなんだけど。他に聞いておくことはあるか？ないですね。あと、おう。バコの国はさっき取ったな。じゃあ、あとは、推理すればいいのか。真ん中の石像に置くためのまとまの実がない。何か代用できるものはないだろうか。まとまの実の代用になりそうなものはあったか。液体だけど大丈夫？しかもさ、こんなさ、真っ赤なカレーって、何からだよ、10からとか。こんな赤いカレーなかなか見ないよ。まとまの実が入ってるカレーなら代わりに使えないかな。確かに、まとまの実自体が入ってるわけだからな。代用するものは、としては一番使えそうだ。早速試してみよう。あ、クリスにカレーを分けてもらおう。というわけなんですが、クリスさん、カレーを分けてもらえませんか？このカレーで遺跡の謎が解けるの？それはすごい。好きなだけ持っていくといいよ。教授を見つけるため、助けになればいいと、いいけど。じゃあ、鍋ごといただきまーす。え？ よし。これでどの像のところに何を置くか分かったな。早速置いてみるか？もちろん行くぞ。置きに行こう。これで仕掛けが動くといいな。さあ、木の実とカレー。全部置いたがどうなる？ギルガルドのレリーフが。やっぱり象の後ろへ道が続いていたんだ。しかし、
まさか本当に華麗で開くとはな。うん、これで先に進めるね。あ、早くゴードンを見つけ出そうぜ。やだ。さっきのヤドンだ。きっと教授のことが心配で追いかけてきたのね。そうか、パートナーだもんな。なら自分のペースでゆっくり来い。やだ。やだ。さっきまで凍りついてたんだ。無理して動くなよ。やー。そうか、けなげなやつだな、お前は。私は宿の様子を見ているから先に行ってて。ありがとうレイチェル。宿のためにも早く教授を見つけないとね。そうだね、この先で見つかるといいな。よし、行くか。さらに寒さが増してきたな。なあティム、その動きを貸してくれないか。ピカチュウはモフモフだから僕より寒さに強いんじゃない。モフモフだろうと寒いもんは寒いんだよ。もたもたしてると凍えちまうぞ。早いところゴードンを見つけよう。俺たち自身のためにもな。そうだね。貸し上げんのこれ、貸さないの、どっちなの。いやー迷子が怖いけど、大丈夫だよね。大丈夫だよね。こっちは何もない。よし。お。てめ。てめ。あれ？フラフラしてるポケモンがいるよ。メテノだ。空の上に住んでるポケモンだな。体の殻が重くなると落ちてくるんだよ。ここだと食べ物が少ないと言っている。それ、変えたいそうだ。とはいえ体が重くて自力では変えられないらしい。そうなんだ。殻を取ってあげれば変えれるのかな。あ、こんな硬い殻を壊せるのはポケモンでも相当パワーがあるやつだ。上にいた子と一緒だね。お、うん、ここにも壁画があるな。上にあった投げつけ猿の壁画とは違う絵だね。この絵にも何かヒントになってるのかな。それらしい仕掛けは見当たらないようだぞ。それより今はゴードンを探すことを優先しよう。そうか、うん、あとは特になさそう。この先は穴が開いていて渡れそうにないね。かなり深い穴のようだし、教授はこっちには来てないのかも。待ってティム、そこを見てみろ。これは教授の足跡。まさかこの穴に。どうやら違うみたいだぜ。あれを見てみろよ。あ、あの帽子、ゴードン教授のものかな。おそらくな。さて、手がかりは見つかったものの、どうやって向こうに渡ったもんかな。やー、待って、ヤドン。この声は。え、やっと止まってくれた。どうしたのレイチェル。私にもわからない。急にこの子が走り出して。やー、ゴーさんがこの先にいるなら行きたいよって言ってるな。だがな、この穴を見てみろ。越えられないだろう。やーん。何？明暗があるって。おい、ヤドン、それは本当か？ヤドンが何とかしてくれるなら助かるけど、大丈夫かな？やーん。まあ、任せてみるか。じゃあ、頼むぜ。やだ。やだ。すごい水の量だね。一体どこから？
水でいっぱいになったぞ。それでどうやって渡るんだ。やあ。え？おい。やだ。え？泳いで先に行っちゃった。こいつは困ったな。うん、宿のやつ勝手に水を入れて渡っていってしまった。僕たちが泳いで渡るにはちょっと冷たすぎるね。かといって凍ってくれるほど冷たくないのが困ったもんだな。橋でもかけられたら渡れるんだけど、橋にできそうなもんなんてあったか。なかったね。クリスさんもさすがに持ってなさそうだし、またポケモンの力を借りれないかな。あ、それが良さそうだな。水を渡るために力を貸してくれるポケモンは探しに行くぞ。水を渡るに力を貸してくれそうなポケモンはいたか。あ、ハスボーはポケモンを乗せて泳げるって言ってたよね。ハスボーたちに足場になってもらえば向こう側に渡れるんじゃないかな。確かに順番に渡れば俺たち3人くらいなら大丈夫そうだろう。よし、ハスボーに頼んでみるか。あいつならきっと力になってくれるはずだ。さあ、はい、入った。ハーバー、ハーバー、ハーバー。あ、ハスボーの橋ができたよ。ハーボー、頭の葉っぱの上を歩いていけってさ。ありがとう、ハスボー。ハボ、なんだろう、すごくかわいい。あ、すごくかわいい。どうしよう、並んでる。すごくかわいい。え、ハツボの上に乗れるなんて夢みたい。ポケモンと一緒にポケモンとこんなに仲良くなれるなんて、ディエムって本当にすごいね。ハボ、渡らせてもらうね、ハツボ。ハボ、よっと。ハボ、ハボ、ハーバよし。ハスボーのおかげで渡ることができたね。ディム、帽子のことをレイチェルに聞いてくれ。レイチェル、これってゴードン教授の帽子かな。うん、教授のもので間違いないよ。ヤドンとお揃いなんだって。お気に入りの帽子でかなりこだわってるらしいよ。そうなんだ。ゴードン教授に渡し返してあげないとね。一流の男にとって帽子は欠かせないアイテムだからな。よし、ゴードンはこの先にいるはずだ。急ぐぞ、ティム。よし、急ごう。この瓦礫、最近崩れたように見えるね。自然に崩れたか、あるいは誰かに壊されたか。この先に教授がいるのかも。しかし瓦礫が邪魔でここからじゃ入れそうにないな。どうにかできないかな。別の入り口を探そう。この子どうせ同じじゃない。てめてめ、手の目が何か訴えてるな。なんて言ってるの。もともと空に住んでいたポケモンなんだが殻が重くて落っこちてきたらしい。うん、それ聞いた。家族とはぐれちまったせいで寂しいんだそうだ。それはかわいそうだね。殻を取ってあげれば帰れるのかな。この殻を壊す方法があればいいんだが、力のあるポケモンはいないかな。投げつけざる呼んでこようか。ひどい。何今のは。ポケモンの鳴き声みたいだったけど。ひどい。ひだるま。ヒヒダルマ、なんか興奮してる。気づかれないよう注意していくぞ。ヒヒダー。
なんで氷ポケモンがこんなところにいるんだ。すごい気が立ってるみたい。目が合ったら大変なことになりそうだね。この先に進むには、あいつに見つからないように行くしかないな。不幸中の幸いと言うべきか、あいつから隠れられる場所は多そうだ。そうだね、なんとか見つからないようにしてここを抜けよう。火だるまに見つからないように隠れながら進みましょう。見つかってしまうとやり直しになります。ティムの後をついてくるピカチュウが見つかってもやり直しになります。ピカチュウは少し足が遅いので気をつけましょう。これピカチュウ見つかる？大丈夫か？あ、こっち来る。めっちゃ攻めちゃったけど。戻ってくる。やばくない？よしよし、いけたいけたいけた。ナイス。やっと抜けられたね。ああ、ヒヤヒヤしっぱなしだぜ。さあ、先に進もう。ここで行き止まりみたいだね。教授はどこに行っちゃったんだろう。見逃してはないと思うんだが。ん？どうかしたの、ピカチュウ。今、風が吹かなかったか？僕は何も感じなかったけど、気のせいじゃなくて？いや、間違いない。俺の毛並みが確かに感じたんだ。きっとどこかに穴が開いてるはずだ。探すぞ、ティム。よし、行きますか。ここか。おい、ここを見ろ、ティム。壁に穴が開いてるぞ。え？どれどれ？どうしよう、この大きさじゃ先に進むのは無理だな。何を言ってるんだ。全く問題ないぜ。え？俺を誰だと思ってんだ。こんな時こそ名探偵の出番だろ。本当に大丈夫？腹ばいで進むのは大変そうだけど。情報は足で稼げだ。お前に調査の見本を見せてやるぜ。そこまで言うならピカチュウに任せるよ。じゃあ行ってくるぜ。気をつけてね、ピカチュウ。あれ？やっぱり、こうなると思ってたよ。そんなことより、なんとかしてくれよ。おい、まさか俺を蹴り出そうとしてないだろうな。え、蹴れっていうの？せーの、ピカチュウ、あとは任せたよ。やれやれ。お？
ところで立ち往生する羽目になるとはな。おう、あいつがゴードンか。ひとまず近くで様子を見てみるか。助けに来たことだけでも伝えておかないとな。おいおい、ん、安心しろ、助けに来たぞ。ピカチュウ、一体どこから踊っているのか。そうだな、もしかして腹でも減っているのか。違う違う、お前を助けに来たんだよ。すまないな、何とかしてやりたいが分けてあげられる食料がないんだ。ヒヒダルマから逃げるときにほとんど落としてしまったからな。まあそのおかげで助かったようなものだか。どういうことだ。そういえばあのヒヒダルマは食べ物を見た瞬間目の色を変えていたな。あいつもお前と同じように腹を減らしていたんだろうが。ヒヒダルマは空腹が原因で暴れ回っているのか。しかしそれなら食べ物を探しに他の場所へ行ってもいいはずだが、なぜあいつはずっとここを離れようとしないんだ。あれから2日も経っているんだ。あいつだってそろそろ限界だろうに。なるほど、腹が減っているということはここに食べ物がないということだもんな。そんな場所をねぐらにしていないはずなら、なぜここにヒヒダルマがいる。いや、それより今はゴードンをどう助けるかを考えないとな。どこかに出口がないか探してみよう。おや、もう行くのか。気をつけろよ、外でヒヒダルマが暴れているからな。待ってろよゴードン、俺が何とかしてやるぜ。かっこいいことは言ってるんだけど、ゴードンからすると多分ペコペコ言ってるように聞こえると思う。ペーガーって聞こえると思うよ。いやー、もうこのおっさん臭い走り方かわいすぎないか。うん、ここにも壁画があるのか。この壁も、この壁画も何かの仕掛けのヒントなのかもしれないが、証拠はないな。とりあえず壁画は後回しだ。やるべきことをやってからにしよう。おう、ゴードンを助ける方法を見つけるまでは戻るわけにはいかないな。戻れる？さっきあんなにはまり込んでたけど、まあ、絵面的に可愛いから見たいけどね。なんかないかな、なんかないかな。こっち側出口があるっぽいけど、なんかないか、出るしかなさそうだな。あのゴードンのカバンを漁るとかはできない。あ、調べられる、うん、ゴードンのカバンだ。探検家っぽい本格的なやつだ。かっこいいな。残念だが食べ物は入ってないぞ。食べ物をくれなんて言ってないっつうの。そんなツッコミするんだ。かわいいな、二足歩行のピカチュウ、四足じゃないところもかわいい、うん、見たところゴードンが通れそうな出入り口はここしかなさそうだが、うん、人が通れるような隙間はないな。そうなるとこの瓦礫をどうにかする方法を考えるしかないか。だがオリア・ティムの力じゃどうしようもないしな。あのヒダルマぐらいのパワーがあればなんとかなるんだから。待てよ、あいつは空腹だと言っていたな。そして俺はさっきヤドンから、これは使えるか、使えるかもしれないな。急いでティムのところに戻ろう。ミャヤンを思いついたぞ。ヤドンの尻尾を上げるのか。今度は何とか自力で穴を通れたぞ。コツをつかんだみたいだね。それより教授の様子はどうだった。丸2日この中に閉じ込められているらしい。大変だ、急いで助けないと。だがあの瓦礫で塞がっている。場所以外出入り口はなさそうだ。そんな、それじゃ助け出しようがないよ。まあ慌てるなって、俺に目案があるんだ。目案？ヒヒダルマに姉の瓦礫をぶっ壊してもらうのさ。どういうこと？ゴードンの話じゃヒヒダルマはかなり腹が減ってる。食べ物を与えて仲間にするんだ。
食べ物って言っても毛のみくらいしかないよ。おいおい、こいつを忘れちゃいないか。ヤドンの尻尾、こいつは甘くて食べると幸せな気分になれる。腹を空かせるヒヒダルマにはこいつを食べさせるんだ。そうすればあのヒヒダルマともあっという間に仲良しってわけさ。そんなにうまくいく？心配するな、ティム。さあ、ヒヒダルマのところへ行くぞ。うん、わかった。よし、じゃあそろそろ多分お時間的にいい感じな気がするから、このヒヒダルマに宿の尻尾をあげるところから次回やろうかな。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。次回の投稿もお楽しみに。今日もお疲れ、ピカチュウ。じゃあね、またね。